わふわなレーズンパンを焼いていきます。材料はこちら。強力粉 250g、 レーズン 50g、 水 100ml、 砂糖 20g、 卵1個、塩 3g、 イースト菌 20g、 ドライイーストの場合は 7g、 バター 25g、水を40度程度に温めます。温めた水に砂糖を加えて溶かします。砂糖が溶けたらイースト菌を加えます。数分待ち、イースト菌がふやけてきたらゴムベラで混ぜます。強力粉に塩を加えます。卵をよく混ぜてボウルに半分ほど加えます。砂糖とイースト菌を溶かした水を加えます。ゴムベラで混ぜます。作業台に移してこねます。グルテン膜ができたところでバターを加えてこねます。最初は混ざらずにブチブチと生地が分離していきますが、こね続けると少しずつまとまってきます。バターを生地に押し付けるような感じでこねます。
グルテン枠ができたらレーズンを加えて軽くこねます。混ぜ合わせる程度で構いません。ひとまとめにしてボウルに移します。濡れ布巾やラップをして一時発酵させます。生地が2倍ぐらいになれば一時発酵終了です。一時発酵が終わったら生地に軽く打ち粉をしてパンチします。作業台に移し、5等分し、オーブンシートを敷いたトレーに乗せます。濡れ布巾やラップなどをして二次発酵させます。オーブンを180度に予熱します。生地が 1.5 倍から2倍になったら二次発酵終了です。余っている卵と分量外の牛乳大さじ1を混ぜ合わせたものを生地の表面に塗ります。オーブンで約15分ほど焼きます。表面が黄金色になったら完成です。焼きたては表面が硬いですが、粗熱が取れる頃にはふわふわなレーズンパンを楽しめます。